ドレスデン5月放棄は1849年にザクセン王国ドレスデンで起きた放棄である。これが1848年革命として知られる一連の出来事の最後の一つになった。ドイツでは革命は1848年3月に始まり、最初はベルリンで現在ドイツを構成している他の州に広がった。革命の中心はフランクフルトで、 そこでは新たに招集された国民議会であるフランクフルト国民議会が1848年5月にセーパウロ協会で招集され新たな統一ドイツ国家を統治するための立憲君主制が要求された議会を結成するためにほぼ民主的な選挙がドイツ全体で行われた多数派はザクセンの民主党員だった1849年3月28日 議会はドイツにおける最初のライヒスバーファサングを可決し、1849年4月、プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世に定刊が提供された。その明らかな進歩にもかかわらず、国民議会は本当に古い指導者と皇帝の協力に依存していた。フリードリ・ヒビル・ヘルム4世が嫌悪感を持って定刊の受け入れを拒否した時に非常に明白になった。 新憲法を強制する運動がドイツ全域に広がったものの国民議会は崩壊した。ザクセンでは国王フリードリヒアウグスト2世が憲法を決して認めずザクセン議会は現在も解散している。ビュルテンベルクでは急進的な議員がシュトットガルトでランプ議会を結成しプロイセン軍に敗北した。同時にザクセンの民が 民主的運動の抑圧に反抗し始め、ここに5月放棄が勃発した。1849年のドレスデン5月放棄の革命戦争メダル。表側は紫外戦を表している。裏側は臨時政府のツシルナー、ホイブナー、トットの指導者の名前と放棄の日付が示されている。最初、ザクセンの議員は公共の演説で憲法の受け入れを求めた。 彼らを取り締まるべき警備委員がそばにいて王に向かって演説して憲法受け入れを求めた。しかし王は考えを変えず命令と呼んだ。事態はますます不安になり王がプロイセン軍を介入させることになった。事態は激発した。1849年5月3日、町の警備員は帰宅を命じられたが議員は来るプロイセンの介入を止めるために防衛部隊を結成した。 住民は怒り、政府は、ザクセン軍に守られた城と武器庫に引きこもった。町の警備員は、政府を外に出すために爆発物を使うと脅した、住民を手助けするかどうか決めかねていた。それに応じ、ザクセン軍が住民に発砲した。数時間後には、町は大混乱に陥り、108のバリケードが建てられた。5月4日の早い時間には、王と大臣がんとか、 ケーニヒシュタイン要塞に逃げ込んだ。ドレスデンの臨時政府解散した議会の3人の議員は革命のリーダーになった。サミュエル・エルドマン・ツシルナー、カール・ゴット・ヘルフ、トット、オット・レオンハルト・ホイブナーが臨時政府を結成した。ツシルナーは他のメンバーであるアレクサンドル・ヘーンゼに戦いを指揮してドレスデンの外から警備員を連れてくるように呼びかけた。造園は ケムニッツ、ツビッカウ、マリーエンベルクといった遠く離れた場所から革命軍に加わり、闘争は非常に激しくなった。ザック戦軍もまたプロイセン軍が到着して支援された。軍は反乱側を取り囲み、古い市場に追い込む計画だったが、バリケードの数は軍が家の中でさえすべての通りで戦う必要があるのを意味していた。現代の研究で、 反乱軍の総数を約3000人として、ザック戦軍とプロイ戦軍の5000人と比べた。反乱軍は数で負けていただけでなく、戦いの訓練を受けておらず、不規律で武器も不足していたので、成功の見込みは薄かった。5月9日には過半数が逃亡させられ、それ以外でも大半が降伏して、残りが ドレスデンの聖母教会に追い込まれた後、逮捕された。1849年5月の出来事の前に、ドレスデンはすでに、リベラルと民主党員にとっての文化の中心として知られていた。アナー・キストのドレスナー・ツイトゥング新聞は、作曲家のオーガスト・ロッケルによって、部分的に編集され、1849年3月に、ドレスデンに来たミハイル・バクーニンの記事も載っていた。 ザクセン政府は後にバクーニンを革命の首謀者として告発した。ロッケルはまた大衆民主主義の新聞、ボークスパラッターを発行した。作曲家のリヒャルト・アーグナーはザクセン王国の宮廷指揮者だった時、1848年以降、革命的な精神に眼下されていて、ロッケル、バクーニンと友人になった。彼はボークスパラッターに人々を革命に駆り立てる、 情熱的な記事を書いた。戦いが勃発した時、彼は手榴弾を作り、ドレス伝製十字架協会の頂上で見渡すように立って非常に活躍した。建築家のゴッドフリートゼンパーは1849年まで政治的な活動はなかったが、民主主義的な信念を知らされ、立ち上がるように促されたように感じ、バリケードでも主導的な役割を果たした。 バリケードの他の人々には、ポーリン・ワンダー・リッヒ、グスタフ・ツオーナー、ルート・ビヒ・ウィッティヒが含まれていた。女優で歌手のビル・ヘルミーネ・シュレーダー・イコール・デ・フリントは、放棄を支援した。逃走により、いくつかのドレスデンの建物が、廃墟になった。古いオペラやツビンガー宮殿の両側、6軒の家が、焼け落ちた。反乱軍の死者数は定かではないが、1995年に200人。 ほどと見積もられている。また、8人のザク戦兵と23人のプロイセン兵が戦死した。ザク戦政府は、ケムニッツでバクーニンとロッケルを逮捕したが、スシルナー、ホイブナー、トットは逃亡した。トットは1852年にスイスに亡命しようとした矢先、ロスバッハで亡くなった。センパートワーグナーは、政府の指名手配リストに載っていたが、チューリッヒに逃亡し、 ワーグナーはそこに残った。1849年以降、数千人が政治的な理由で故郷を捨て、その多くが芸術家、作家、その他の教育水準の高い著名な社会人であったため、ドイツの州では移民が急増した。革命は貴族が会員で権力の一部を失った点で、わずかに影響を与えたものの、差もなければ完全に失敗だった。ありがとうございます。